アプローチの距離感が出ませんというご質問をいただきました。でアプローチの距離感が出ない一番の原因としては、球がどのクラブで打つことにあってもこのようにすくってしまって球が高くなったり刃の先の方で打ってしまったりということが原因になります。ですのでなるべくこのように手首を多く使ってすくうというよりは、このように右手の平側に折っていくような動きというよりは、逆にスイングが進めば進むほど甲側、右手の甲側に折れているような動きで、ロフトといってこのクラブの角度がある程度立った状態で打ってあげることが距離感が合ってきやすい状況を生むことになります。それは何でかっていうと、まず簡単に言えば当たり前の話で、このゴミ箱にボールをこのように低く入れるのは簡単なのですが、弾道を高くするとこの長くした分道のりが長くなってしまいますので、労力とコントロールが余計必要になってしまいますので、なかなか入りません。ですのでそれもアプローチも同じことが言えて、あまり弾道を高くしてしまうと振る幅だったりスピードっていうのが同じ距離でも多く必要になってしまいますので、なるべく低く抑えたボールが打てるように練習していた方が距離感が合いやすくなります。ですので練習としてはなるべくこのように手を右手の平側に折るのではなくて、右手の甲側に折っているような形で打てるようにアプローチも練習してみてください。今このように例えばこういうロフトの立ったもので打ったら、ボールがもう本当に転がってしまうぐらいのアプローチができるように、これこちら今5番アイアンなんですけれども、ボールがすくってしまうとこのように上に浮いてしまいますが、ロフトを立てられればこのように転がっていくような球が打てますので、そのようなイメージで練習していただくと、ロフトを立てるという感覚が覚えられると思いますので、ぜひ練習してみてください。